私の知ってる彼じゃない、松本潤のヒゲおじかにがっかり声も、久々テレビ出演であらわになった40代激変。太って痩せて、また太り、そして今度は髭面だ。松本潤の激変が止まらない。今年3月、松本さんはホテル、東京エディション銀座のグランドオープンイベントに参加しました。その時の様子がインスタグラムなどで公開されました。 松本さんは大河ドラマ、どうする家康で家康を演じ、晩年のシーンで家康は太っていたことから、体重をアップさせていました。それを引きずっていたのでしょうか、とてもぽっちゃりしていたのです。その姿にファンは悲鳴をあげました。しかも、サングラスをかけ、口元と顎に髭を蓄えていたので、かなりイメージは変わっていました。芸能ライター。その後、7月11日から始まった、野田秀樹作、演出の舞台、正三角関係。 の稽古に入り、元のスッキリ体型に戻っていた松本だったが、8月29日に舞台を感激した歌手の石川さゆりさんが、自身のインスタグラムに松本さんとのツーショットをアップしました。その松本さんが再び、太っているように見えたのです。しかも、以前より巨大化している感じでした、当然。この写真を見たファンからは、純烈かと思った、という声まで寄せられていた。そうした中、9月6日放送の、 a スタジオプラス TBS 系に出演することが告知された。今度はどんな松潤が登場するのか、とファンは注目していたところ、5月30日にスターテンタータンメントから独立して MJC インコーポレーテッドという新会社を立ち上げた松本さんにとって久しぶりのテレビ出演だったようですね。黒のスーツを着た松本さんは全く太っているようには見えませんでした。 以前と同じシュッとした細身の体型に戻っていましたよ。しかし舞台の役作りのためなのでしょう。口ひげは蓄えられたままでした。プロダクション関係者。この髭面に、X には、ビジュアル完璧すぎる40代になって男の深みが増した。イケオジになっていた、などと絶賛の声も相次いだが、松潤のビジュアル激変しててびっくりした、と驚きを隠せないファンも多い。 実際、松本のヒゲ面に、X にはこんながっかりポストが集まっている。松潤がおひげ生やしてるせいでめっちゃおじさんに見えるんだけど、私の知ってる松潤じゃない。ねえ松潤ひげさえ沿ってくれたら歴代最高クラスに好きなビジュアルなんだが。誰か奴のひげを打ち取ってくれ。松潤がひげを生やすとただの気象時にしか見えない。松本潤のひげなにかいやだ。どんなアイドルも年を取り、おじさんになっていく。 スターである松潤も今年41歳になった。年齢に逆らえないのは彼も例外ではなかったようだ。